どうもイルカブキのイルグダです。はい、どうもデロニアシです、ということで今この収録はね11月10日の、はい、17時ぐらいですかね。ポッキーの日の前日ですね。いや前日かい。はい、明日ガッキーが暴れる日ですね。11月10日にちなんだ面白いツイートは見ましたけどね、はい、今日は雨宮さんゴージャスさんの誕生日ですという、ツイートを発見しましたけど、あその2人一緒なんだみたいなね。俺は星野源の、X を監視しようと、はい、あそうですか、はい、何があるんですか。ガッキーのおっぱいうめえって、はい、昔あのX ツイッターで書いたというのがあったじゃないですか。もういいじゃないですか、結構既婚者のそんな。いやいやいや、そんな古いお笑いやんないでくださいよ、もう。いやいやいや、古いお笑いじゃないですよ僕が楽器ファンはね、これを監視していかなきゃダメという使命を負ったんですよ。あそっか、あそっか、いいのか、楽器と結婚してるから。そうですね、吸っていいんですよ。いやいや、やめましょう、もう、やめましょうよもうそういうのじゃねえじゃんそんなの、テレビとか関係なく誰も使ってくんねえってそんなのを垂れ流してるやつ仕事を取るんだろ、ね、はい、ということなんですけど、はい、まあね、ちょっと東京はめっきり寒くなってきましたけども、天気の話じゃない、天気の話もするけどね、はい、まあ、先週ね、まあ、これは毎日1分漫才やってますけど、はい、先週の、ね、トークはあれですよ、ご報告っていうタイトルを出して、はい、まあ、いつもよりやはりこう M1 2回戦落ちてすぐ後にご報告っていうのを出したということで、うん、結構いろいろ期待して見に来てくれた方がいらっしゃって、あ、はい、逆に解散しないのがすごいみたいな、その褒めてるのかけなしてるのか分かんないコメントもありましたし、解散ちゃうんかいみたいなのもあったんですけど、まあ、これ今撮ってる時はね、これ昨日がね、うん、M1 の東京は3回戦のね結果が全部出て、あ、はいはい、まあ、僕ら知り合いのいろんな、まあ、僕らね、ツイッタータイムラインもいろいろ流れてきましたが、はい、結構ね、先週ね、その今後の活動方針に関する報告をここでしたわけなんですよ、うん、どうすんのかっつって、その M1 のね、ラストイヤーなんだかなんだかみたいないろいろルールの中、その、うん、結構面白いトークになったんじゃないかなっていう自画自賛すると、うん、来年 M1 ラストイヤーだったら来年 M1 とセカンド出たいし、再来年が M1 のラストイヤーだったら、うん、来年セカンド出ないで再来年に M1 とセカンド出るみたいな、うん、それもなんかそのフレキシブルでいいみたいな書いてくれてる、なんか新しい働き方改革だみたいなコメントもねあったわけなんですけど、なんとですね、それ仕事よこせよ、それを取ったですねそれを取った次の日のね、はい、に早速秘宝のニュースがあって、あら、それを取った次の日にザ・セカンド2024も開催というですね、はい、ニュースが舞い込んできまして、はいはいはい、これ結構やべえっていう話で、何を、まあ、そもそも2024もザ・セカンドやりますってなった時点で、うん、まあ、当然調べますよね、2024出れんのかなって、うん、で俺は2009に6月に結成みたいな喋ってるから、うん、2024だと15年目ぐらいなわけなんですよ、うん、はい、でね、見たらね、なんかザ・セカンドって、うん、そのエントリーが2月から で、うん、で5月が決勝かなんかで、うん、エントリー時点で結成16年以上だと出れるんだって、はいはい、でなると来年なんか当然なんだけど、うん、まあ、まず来年やる時点で再来年ないかもみたいなのもあるんだけど、再来年あった時点で、うん、俺ら6月ってなってると、うん、再来年も出れないみたいなで、再来年の M1 に出れるのかどうかもちょっとよく分かんないみたいな、はあ、はいはいはい、なんか2個出れるみたいないやらしい話したら、うん、2個出れない年あるかもしれないあ、結成16年以上なんだ、だから15年以上、うん、15年364日のやつは出れないってことだろ。一応そういうそのニュースね、お笑いナタリーさんに載ってるニュースの載ってるルール説明だとそうなってんだけど、あ、じゃあ無視でいいんじゃん。いやいや、ダメです、ナタリーだったら無視でいいやん。ナタリーさんごめんなさい、ん、毎回単独ライブ載せてもらってるんですよ、はいはいはい、やめてください、僕メールしてるんですよ毎回。あ、なるほどなるほど、はい、やめてください、もうちょっとちゃんと調べような、全然載せてくんなくなるから何にもやめてくれ、お前、お前さ、はい、お前が裏でそういうのやってて言うんだったらいいけど、はい、やってないで言うじゃん間違ったタケシーズもやめろよいやいや、だって15年未満か16年以上で全然違うからな。そうだよ、だからこれはちゃんとおかしくねえかってなんないじゃん、うん、1年はじゃあ何なんて話になるじゃん。だからそうなると俺記者だったら、うん、あれこの1年何なんだろうっつって質問するはずなんだ。いや違うのよ、だから M1 のあの噂は本当っぽい、結成16年目の1月1日に満16年じゃなかったら出れるっていう。
あ、M1 に気遣ってるということで。違う違う、M1 が先にそれが決まってるわけじゃん。あ、だから16年目からそれを避けるためにセカンド。当たり前だろ、同じ会社がやってんだから当たり前だろ、だ気遣ってるじゃん。その、うん、その1年は何なん、うん、何なんて。いやいや、1年何もない年はないようになってんじゃない。あー、一応 M1 は出れますよっていうことなんじゃない。ただ俺がその16年目の1月1日に満16年じゃなくて出れるっていうのは、なんでか知らないけど、まだ調べてないからね。その聞いた話で止めてるから。なるほどね。そう、調べりゃいいんだけど、はいはいはい、っていうことなんですよ。っていうのが、まあ、ちょっと秘宝じゃないけど、なるほどね、そういう感じで。なるほど、お笑い秘宝と。お笑い秘宝、映画秘宝ならぬ秘宝もそうで字違うじゃん、はいはい、ねえ、ということなんですけれども、うん、まあでね、コメントもね結構いろいろ最近来てまして、うん、金属バットがね、はい、自分たちの YouTube ラジオでエル歌舞伎の話をしていますよって教えてくれた人がいて、ああ、ありがとう。でその第何回の何分かっても書いてくれてるんで、はい、今ちょっと忙しいんでね、そこだけ聞きました。忙しくなかったら実は全部毎回聞きたいんですけど毎回聞きたいってな、聞いてみるんですけど本当はね、願望じゃねえかよ。でね、聞いたんですよ。じゃあそのまあ金属バットは今も M1 卒業してて、あ、そうか、セカンド出たじゃん。そうか、でダイナマイトさん、そうかそうか、ダイナマイトさん戦ったでしょ。そうだわ。でダイナマイトさん戦ったんだけど、ダイナマイトさんが病欠で出れなかったから、この前ツーマンやったんだね。あ、なんか生きだね。金属バット対東京ダイナマイトのツーマンやって生きだね。立ち会い人が剣道小林さんだったとで、はちみつ二郎さんが気合入りすぎちゃって生きじゃん、うん、あ、気合入りすぎて散々告知してた配信がストップになっちゃって、あの気合入りすぎたネタやっちゃってあ、なるほど。で後日ちゃんと編集して、うん、配信しましたって、またどういう編集なのか分かんないですけど、うわ、見てえなー。配信やってんじゃない、まだ。なんか人気すぎて再延長再延長。いやー、その削ったとこだけちょっと送ってほしいな。いやいや、ダメですよそんなのダメです。いや、それもうお笑い好きじゃないよ逆にいやいやいや逆に嫌いですよお笑い。いやいや、好きやん好きやん。だって本物の、うん、本物のものが見れるって見たいじゃん。まあまあ、俺によってこの情報してる時点で好きじゃないっていやこれ見たいじゃん、ね、いや見たいね。いや、そういう人まだいるんだっていう、ね、ことですっていうことなんですけど、うん、で、まあちょっと脱線したけど、で、キングオブコント何喋ってるかって言ったら、うん、要は M1 を卒業した状態で M1 の結果見るのって結構いい、面白いなっていうような話の中で、あ、はい、で、なんかその、うん、あれやろっつって、うん、L 株さんも推してるやろみたいな、あ、その1個前に喋ったのはズンズンポイポイも落ちたよなみたいな、そのお前らの好きな東京 の, あのくくりいいわみたいな感じで、まあ、全部聞いたら全然ねあれかもしれないけどで、どういう連想ゲームなんだと思ったんだけど、はい、で、で、エルカブさんも落ちたよなみたいなって、なんかね、その後次なんて言ったか、うん、あの人ら賞レース対象悪いなみたいな、うん、あ、ただのいい人ですよあの人たち落ちた理由は賞レースと相性が悪いからっていう俺らの実力不足とかあんなネタやってちゃダメだとかね、あ、そんなの言う先輩もいて、で絶対損じゃない。俺こんなこと言うとあれだけ冷めるけど、俺らが悪いのに賞レースと相性が悪いなっていうところで終わってるわけですよ。でね、いや、ただのいい人、ちょっと、うん、ちょっと金属バットは交換の取りに来てるな。いや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 これは俺ね、缶バッチ買っちゃうよ。あ、その次じゃあ言ってやろうか、なんつったか。今は缶バッチまで買うまで、はいはい、それでロンゲの友安さんね、はい、友安さんなんて言ったか、うん、俺の友安ってそんなんだっけ。俺、うん、林さん何年も会ってないな多分となんでも言っちゃう。で、なんでかっていうと、俺たまたまね渋谷歩いてる時に、うん、金属バットがゲラっていうラジオやってて、ゲラ、あ、その帰りにたまたま俺映画見に行った帰りだったから、うん、たまたま遭遇して、お、何してんねんとかなんか絡んだのよ。いや、猛虎弁やめる猛虎弁猛虎弁やめる。いや、阪神にかけるだ。それでね、そしたらじゃあ、エセカンプさん弁な、ちょうどね俺は事務所退所した時だったから、今1回戦落ちて、あれ解散しちゃったんですかってしかも本気で本気でそう思って、もう解散して、うんうん、のたれ死んでんじゃないかっていう意味合いで俺の名前出したんです。いや違う違う違う、そうじゃなくて、大丈夫か。だから俺は合ってるわけよあなた、うん、ってか俺エル歌舞伎じゃない状態でも一回合ってるから、林さん合ってないなと。だリアルに最後に会話したのは、うん、多分ね、あのフジテレビのね、うん、多分ネタパネの俺らが前説やってる時に、うん、多分楽屋広いとこだったんだよ。ああ、そうだね。で、そこで金属バットがまだ東京に馴染んでないから、お前ら
あの個室で朝から缶詰されてんだったら大部屋来いと偉そうにな東京こっちしお前いいよ東京知ってるから俺らともう可愛い思いなくとみたいなだっせ俺らで来いで それって、うん、そこで喋って喫煙所でもちょっと喋ったっていうのが最後だと思う、はいはい、優しくするもんだな人にな帰ってくるんだなこうやって喋ってくれてそれでもいいんだけど、うん、でともちゃんがねそれをともちゃんともちゃんが林さんとおてないなみたいな、うん、でなその後になんつ俺聞き間違いだったら誰か教えてるんだけど、うん、多分俺が一回聞いた時の聞き間違いとかあるんだけど、うん、林さんってまだ自我あるんかなみたいな自我なのか自我なのか分かんない自我かな自我だろう多分自我あるんかな自我ってなんやねん自我って人を吸い寄せるじゃ自我だろお前に、うん、上田に操られてんじゃないかって話やんお前そうなのじゃなくてお前がその人とのつながりって意味で磁場がないじゃなくてあの人とつながりは持とうとしないっていうのはそれはしょうがないそれは冒頭から聞いてもらったら全部わかるお前そんなもんほらもう俺のそれはもうしょうがないよね、うん、いやないそれあの俺と一緒にいても得しねえよ、うん、いやじゃあ磁があるじゃねえかだいぶまあいいんだけどまあそ金属バットとの係りの中ではそう思ったのね、はい、それで磁場あるんかなっつったら、うん、あまあやっぱり金属バットって面白いなそんなあの小林くんが何て言った坊主の小林くんがいや俺小林さんおった時にまだキュンキュンしてたよキュンキュンって何それちょっと待ってキュンキュンって何の何キュンキュンって何だから自我あるってキュンキュンしてるからちょっと待って待ってちょっと待って俺小林終わりキュンキュンって何だ終わり小林キュンキュンって何だだから自我があるっておいキュンキュンしてたってキュンキュンって何だだからさなんで小林くんに関しては、はい、俺らが大阪のロフトブラウェスロフトプラスワンウエストっていうところで、はい、ライブ自分らがエントリーしたのか呼んでもらったのかなんか出た時にエントリーしたのかなあれだのやつだったのかな夜ねでそこでせっかく大阪来たからっつってモナの YouTube の配信俺、ね、俺メールを友安と交換してったのよ友安とだけで、うん、友安にあれよかったらさつって一緒に YouTube やんないとか言ってお願いしたら完全に真逆の坊主の人が立ってて待ち合わせ場所にあなた言ってましたねあの後俺が終わった後言ってましたねあったわと俺がなんか勘違いしたんだよ小林と交換したのなぜか友安って登録しててでホテルに自分らの泊まってるホテルに来てもらってめくるめくるホテルでのねで俺らの動画に出てもらったありがとうございましたありがとうございますでそれでいろいろ喋って、はい、その配信でもう俺もせっかく大阪行って、うん、金属がやってくれるかってこう一生懸命こうかかっちゃってまたじゃあコメント欄に、うん、もっとゲストに喋らせたれよそう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 ずっとあなた喋ってるから、うん、あのダースレーダーさんみたいになってきちゃってねそうそうそう見たいって言うんじゃねえお前ら似たものどうしたんだよあの、ごめんなさいね、ラッパーのダースレーダーさんじゃないけどねお前も眼帯したいいんですけど、いや目見えてるわそれでね、まあそれが最後だったね、コバちゃんで、その時のコバちゃんのホテルのあれなんじゃないデロリアンの印象はキュンキュンしてたんじゃないのちょっと、見返すかお前なんかあれじゃん、なんかお前さ、その配信撮る時とか俺結構こう、一歩下がるじゃん俺なんだお前ら前でお前どうせいっぱい喋んだから上だとゲスト前出て、うん、俺はちょっとだからお前なんかベッドのスプリングとかで跳ねてたんじゃないのなんで後ろのあと有名なさ女子高生2人がピョンって飛ぶ写真あるやん何それ知らない分かんない分かんない、うん、いいんかキュンキュンするまあそうキュンキュンするいつ見ても面白い写真で出てくる、ねうん、あそうなんだ2人組ネットで話題のやつあるんだそう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 っていうことですでだからそういうふうにでキュンキュンってなんだよ、まあ、そういうふうに名前出してくれたとありがとうございますでもう一個はねちょっと名前出したことを4分5分ぐらい喋れるというだってあいつら10秒しか喋ってないからねもう伸ばす伸ばす足り前よもう綿棒で伸ばしてもう擦り切れてもうあれはもう伸ばした先が見えちゃうもんね、うん、だって去年の大事な単独ライブの前の日に急遽撮ったラジオなんて、まあ、山本隆弘さんのウィキペディアで50分喋ってたのかなあんなに 2,3 分だわで20分ぐらい喋ってんのがその山本隆弘さんのレパートリーに渡辺隆ってあるけどあれは西区の渡辺隆なのかっていうことでをずっと検証するっていうで検証するのはいいけど別に動画を探すわけでもなく見る気もなくでコメント面白いのがさそのラジオっていうの音声で撮ったやつさ俺らだけ公園でゲラゲラ笑ってんだけど、うん、でなんかタイトルがなんか忘れたけど、まあんま見つかってないのその、うん、伸びてないんだけど誰かが見つけたので、ね、なんか急にそれに関するコメントが最近来て、
隠れた神回みたいな山本隆弘さんが渡辺隆をレパートリーに入れてるっていうのを50分の最後の方まで聞かんで分かんないやつっていう、あの隠れた神回があるんで、まあ50分の音声のやつあったら、あの興味あったら検索してもらって、じゃあリンク貼っときますね、これ。いや貼らない貼らないよ、探してほしい。あとはね、これはなんかインスタかな、メッセージでもらったんだけど、うん、スーパーマラドーナさんが、この大阪の尖ったコンビ2組を今言ってます。いや、田中さんのだろ、どっちかって言ったらっていうのもおかしいか。でがね、スーパーマラドーナさんがまたいる歌舞伎の話を YouTube でしてますよと。で、いやー、聞きたくないな。聞きたくないな。なんで金属バットの時と何で違うんだよ。いやいや、グレンタイだから。バカ野郎。グレンタイの話は聞きたくないな。ですよ。金属バットだろ、グレンタイは。どっちかって分かんねえ、どっちもか。それでね、で、やっぱ教えてくれたんで、で何分とかそれも書いてくれたんで、で、俺もちょっと忙しかったの、その時。で、お前もう無理だって。忙しかったのよ。無理だって、それで行くの。俺今、キック始めてる。道場も行かなきゃいけないから、とりあえず何の予防線だよ、全部見たかったんだけど、まあとりあえずその何分ですとか言ってとりあえずそれはね、 M1 の多分なんだけど、 M1 の2回戦で散った実力者みたいな特集だったのかな。なるほどね。でなんでや、そう、それでロングコートダディなんでや、ロングコートダディは受かってんだろ多分。受かってるか。でそれでね、まあそうか、これ別に連続全部聞いてない人のために喋ると、うん、まあ、スーパーマラドーナさんがちょっと前に M1 の1回戦受かってるコンビを、うん、で知ってるやつをちょっと喋ってくみたいな回で、はい、L 歌舞伎が入ってて、はい、L 歌舞伎って昔からずっと出てるから、はい、絶対詐欺ってるだろうと、あの結成年数をねちょっとさみたいな感じで、おい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 、絶対やってんなみたいな感じで言ってて、でその後ね、俺ら1分漫才と、うん、あとそれこそラジオっていうの長いので、スーパーマラドーナさんに経歴詐称疑われてる件みたいのでネタにしたんだよね。でその後それから1ヶ月2ヶ月経って僕ら2回戦出て落ちたのをマラドーナさんが喋ってくれたというまあ時系列がありまして、はいはいはい、そうですね。で、誰々あ、エル歌舞伎持ちたんやみたいな、はいはいはい、まあ、ありがたいよね、その実力者みたいのに名前出してくれたと。そしたらね、まあ、結構ショックなのはね、まず田中さんが条件反射で、うん、あ、なんか聞いたことある、聞いたことある田中さんはそうでなきゃって思う、バランス的に。そんなことないよ、田中さん。いやいや、いや田中さんは手芸とかそういうのを、いや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 、田中さんに射撃が得意とかさ、でもああいう人に認識されてないじゃんていうか、俺はショックだったんで、で、まあ、聞いたことあるって、うん、ね、いや、まあまあ長いことやってますよと思ったけどそれで、その後に竹内さんが説明した相方さんに、うん、確かなんか G ネタっぽいのをやったちゃうかなみたいな、 G ネタっぽいのやってる人ちゃうかなみたいなので、で、スッて終わったんですよ、うん、それもう今、まあ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 、今すごいですよ、今すごいです、2秒しか名前出してないやつ今、まあ、2分ぐらい喋ってるでしょ、うん、で、もう伸ばすからでね、で、で、今の時系列全部聞いたでしょ、うん、竹内さん、ジネタっぽい人たちちゃうかなって言ったんだけど、うん、見てことあると思って見てるのをもうめんどくさいから隠したんじゃないかなって俺の邪推、そのスーパーマラドーナさんに YouTube で疑われてる系みたいに出してネタにしてるわけじゃん。いや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 、見てるんじゃないかなっていう、で、うん、じゃなかったらもう一回てかイルカ向きやってへんって言わないんだってちょっと思ったの、っていう俺の勝手な邪推。じゃあ今日のタイトルはもうスーパーマラドーナさん A で、 A でやめてください、やめます。今日のタイトルは何だろうな、スーパーマン大阪の思い出ですよ違う、大阪の思い出一個も言ってないわ。あのまたこうアパホテルはすごい安かったです。アパホテルな、あのコロナの時期かかってるな、安かった本当に。感謝しろよお前、俺のネットの検索能力お前、うん、本当にアパホテルはね、うん、で、まあそれいいんだけど、温泉よかったな。だからね、あの面白かったね、小林くんも、俺はさ、その YouTube 一緒に撮ったから告知したらさ、うん、小林君も引用リツイートしてくれてさ、うん、拉致られましたみたいなさ、なんかそういう、うん、なんつうの、ちゃんとその面白く宣伝してくれるっていうかさ、いや素晴らしいなみたいな、そういうのがありました。ちゃんとスーツ着てるのにね、しっかりしますよ。いやそれそうよ、ね、スーツ着てる。まあみんなね、いろんな紆余曲折があるからね、金属バットとかさ、スーパーマンさんは正直活動区域は全く別のあれだけど、それは本当にさ、その
3回戦でさラストイヤー終わってしまったばかりあなたはさんはね、うん、やっぱりその進藤さんが急にスーツ着た年とか あったんだよね。あったあったらしいのよ聞いた話だと。なんかガラガラのちょっと M1 の時だけだよあれ。それってだからこのガソの普段では見たことない。普段も着てたかな。それでそうなんだ。その時になんかがなんか普段やらないことをやったからガッチガチに緊張して噛んじゃったなって。あその時に珍しくファラオさんと喋ることがあってファラオさんが終わった後に、うん、いつも通りでいいんだよいつも通りのトーンで言ったんだろうね。あのそんな M1 だからっつって、うん、急にスーツ着たり緊張してかしこまって噛むぐらいだったらT シャツでいいんじゃないだから実は一番仲いいコンビはバカやなたわであるということの逆説をああファラオさんの帽子なんてあれインディン・ジョーンズのやつだからな。私服の時じゃねえか。いやあれあれ、あれインディン・ジョーンズのやつなんだ。分かんねえけどあんまり舞台上で見てる人には別に親切じゃないだろあんまり。いやあれ普段から被ってるやつ。あの舞台で被ってないでしょ舞台で。あ、でも普段着とかで被ってる。普段着だから分かんねえだろ聞いてる人に。なんで俺にだけ喋ってんだよ。被ってんの平井ファラオ光の私服がハット誰が分かんだよ。いいのインディン・ジョーンズだぜ。いやいいですけどね。あそんなに被ってる人に普段通りでって、ちゃんと説明してね。普段さ被ってるハットかとかぐらい言ってよせめて。その当たり前に分かるみたいに。ファラオさん普段ハットのイメージじゃないんだ。じゃねえだろお前。あそうなの。舞台とかテレビで見んだからお前。あ被ってねえだろお前。被ってねえんだ。かぶってるかどうかも確認してるだろお前適当なこと言うな。かぶってるイメージだと、そういうことですからなんですけれども、うん、でまあそういう話をしましたが、うん、まあ実はですねその賞レース的な話でいうと一番大きいのはですね、先週ちょっと告知した、流行語大賞ノミネート35という、いやもう日本で一番の賞レースの、いやもう20分以上喋ったんで、それを読み上げていこうっていうことを告知したんですが、うん、もうちょっと流行語ノミネート出てから時間がねこの収録までにも経っていて、いやあの時でもなかなか経って少し過ぎていますので、はい、ちょっと思ったのは、はい、今この収録時点で一番新しい賞レースは、はい、ベストジーニスト賞がですね今年ちょっと発表されたということで、 いつか知らねえんだよあれが この時期なのベストジーニスト賞って。当たり前でしょ。だって M1 とかキングオブコントなんかずっと昔からあんだよベストジーニスト賞って84年ぐらいからあんだよいや確か。いや俺が2歳の時からのだよ。そうですよ。なんなんで初代誰で、今ねニュースになってるのがですね、はい、初めてこの VTuber が受賞したということで。いやいや VTuber って、うん、腰から上ぐらいのイメージだけどな。超癒し系男子二次三次のかなえさんがですね、受賞したということで、大変光栄ですということでコメントを残されているというのが見出しになっているんですけども、もうねすがりっぷりがすごいですね、うん、ベストジーニスト、ベストジーニスト賞で、一応ですね、まあ、我々もジーニアやってますけど今年の選ばれた人ちょっと言っていきますが、一般選出部門で菅田将暉さん、はい、これ2年連続なのかな。で去年がねなんか体調悪かったかなんかでその出席できなかったということで、あのジーニスト賞体調悪くても取れるんだね。去年ね体調悪かったから仕事だからねなんか出れなかったということで今年2点連続ですごいな。そしてみちょぱさん、はい、池田美優さんですね、ギャル芸能人でおなじみ。そして競技会選出部門が、松重豊さんということで競技会なんか、ね、部門ってあるの、ね、一般選出部門が須田将暉さんと池田美優さんで、競技会選出部門が松重豊さん、ご飯食べて心の中でいろいろ葛藤してる人でしょ。一人でしかご飯食べない人、食べない人でしょ、うん、スーツだけどな、ね、松重さんのコメントだったと思うんだけど、70年代ぐらいからジーパンは履いてましたと。でいやちょっと待ってじゃあそれ小学校の時から履いてます。小学校の時に初めて履きましたね。確か松重さんだったと思うんだよな。なんですかそのその後なんでその後言ったのは、何言ったんだよ。ジーパンその私服でしか履いてないんで、うん、誰が見たのかなとは思ってますけど。いやいやそれはそうだよね。それはそうだよね。僕は松重さんの意見に僕 100% さんとしますよ。結構松重さんってガチ仕掛けるタイプなんだなっていう、はい、松重さんと僕ら視聴者は確実に心は一つですよこれね。間違いなく一つになりました今ね。で、はい、あとはその、まあ、僕がドラマで今年共演しました飯豊まりえさん、それから和田明日香さんも和田明日香さん、共演、受賞されてるんですが、富樫勇樹さんというですねこれ確かね富樫さんってもうバスケの富樫さんって言ったらもう、うん、ハンターハンターの作者ぐらいしか出てこない、ね、いや富樫勇樹は今バスケで、ね、日本でヤバいやつがいるっつって、世界でアメリカそうなんだ俺全然わからんわ。もうヤバすぎるっていう天才みたいな人がいて、
受賞してるんですけど、うん、その何センチ？分かんない。確かにそんな超でかくなかったんじゃないかな。おい、タブセみたいな感じなのかな。ちょっと それは興味あるわ。興味あるわじゃなくて、そのバスケ選手のジーパンを誰が見たんだっていうのも俺もこれも引き続き言いたいし、うん、だから俺らが2000年代か2010年代か、はい、あの亀田光希さんが受賞された時以来の俺衝撃を。いや、で亀田光希さんトランクスしか当時見てないんですよ。私はトランクス以外見てないでしょ。あんだけでもさ、うん、マスコミの練習場風景撮ってたらそれはさ、ジーパン履いてるとこも見るだろだろ。じゃ記憶ないですね、あんま。だから俺らは、うん、つまり試合しか見てないけど、うん、当時のワイドショーではもうジーパン履いて、あ、はいはい、一般視聴者というか、もう照れるわ、はいはい、カメラ前に照れるわとかって言ってる。それ言ったらだから、じゃあ松重さんだってね、あの出待ちのお客さんとか。いや松重さんは我々と同じ気持ちで、なんでやと。出待ちのお客さんとかがね、垂れ込んだかもしれませんが、血のパン履いてるって言ったら。そして競技会選手特別貢献賞、株式会社三越伊勢丹、ああなんかあったんでしょうかね。そして次世代部門が市川染五郎さん、これ10代の歌舞伎の方なんですけどもう何代目ですかね、分からんですね。莉子さん、そしてかなえさん、ああで、これがまあ今年のベストジーニスト賞になるんですが、ああ一応これ参考までにエンカウント編集部というニュース記事を読んでるんですけど、ああちょ殿堂入りした A 級ベストジーニスト一覧というのをこうつけていただいてますので、もうそんなのもう、うん、もう江口洋介とかそれの世代じゃないですか。あー、江口さん入ってないですね。入ってないの。まあじゃあ順番に読み上げていきます。無類のジーパン好きに入ってますよ。あ、じゃあいるかどうかもう含めて。まず2019年に殿堂入りされたのが中島優斗さん。千之助さんだと思う。いや、入んないでしょ入ったとしたら90年代でしょ、でもあの人が入ってない、ベスト着物ナイトみたいな。渡部健さんがベスト着物ナイト受賞したけど、渡部健さんがコメントで着物は昨日初めて着ましたって当時笑いを取ったまだ干される前の干されるじゃない干される前のお休みしたの。充電期間です。充電期間。2018年に殿堂入りされたのが七尾さん。あの TM レボリューション、だからやめろって言うんだよ、元彼の名前出すなってTM レボリューションダメなの、古いよやり方がいや別に間違ってない。そんなことで笑い取ろうとしてるのも太田光さんしかいないよ世の中に。いやそして2016年に殿堂入りしたのが藤ヶ谷太輔さん。藤ヶ谷太輔さんおめでとうございます。そして2015年に殿堂入りされてるのがローラさん。石橋貴明さんがね、よく共演してたことで私それだけ、ね、ごめん、分かんなかった。OK の人です。してた。2013年殿堂入り相葉雅紀さん。これ嵐のメンバーですね。やっぱすごいや、ジャニーズやっぱくんつけないとはパッと出るもん。相葉くん、相葉くんだとさビーズ出てちゃうもん稲葉全然違うじゃないか。出てくるもん。2010年に殿堂入りしたのが、うん、倖田來未さん。おお、そして亀梨和也さん。亀梨くん。ああ、亀梨くんね、はい。2005年に殿堂入りされてるのが浜崎あゆみさん羽ばたく人でしょ。羽ばたく人だっけ。羽ばたき出したってずっと言ってた。羽ばたき、絶対あの曲じゃない。ちょうどね、絶対浜崎あゆみって言ったらあの曲はね、バックで流れる感じするんですよ。そうかな、うん、まあ、弱いからね、ヒット曲は。はい、だって俺2010年、2020年ぐらいになって急に浜崎のアルバム買い出したよ、ブックオフで。いや、いいわ、たまに聴きたくなる。何の方向。2003年殿堂入りされてるのが草薙剛さん。いや、草薙もね、うん、あれだよね、テレビとかでもさ、うん、なんか1本100万ぐらいするヴィンテージのジーンズとかをこう、うん、紹介するとかやってましたからね。それを確かね、やってましたからね。それ見てますよ、今年受賞したみちょぱさんか誰かに、うん、おすすめしたんじゃなかったかな、草薙剛さんが。あ、そうなん。ちょっとベストジーニストを結構調べてたんで、今年のニュースなんでだよ調べんねん。調べた方がいいでしょ。調べんねん、そんなもん。そして1998年初代殿堂入りが我らが木村拓哉さんということで、ストーンウォッシュ木村。ストーンウォッシュじゃない、ストーンウォッシュ木村。ストーンウォッシュって何じゃっけ。あの石とかで叩きすぎこう洗うんですよ。ああ、いや、あの味を出していくみたいな、ダメージを出すためにこれ僕やってるんですよ。っていうのを僕が中学校か高校ぐらいの時にその話をして、うん、我々もちょっと叩こうぞっつって、はいはいはい、友達がありましたね、当時の。草薙くんだっけ、草薙くんがさ、あの
ジーパンは洗剤つけないで洗うみたいな。あ、そう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 。俺だからちゃんと俺手洗いだよ。あ、そうですか。ジーパンは手洗い。俺も洗濯機で一時期俺もね、あれかな、洗剤入れずに洗ってたよな。うん、もう洗濯機で回すのは邪道と。あそこまで言ってたんだ。俺はいや俺が勝手にそう思ってた。ストーンウォッシュも兼ねてるからなるほどね。ああ、まあそんなとこでございます。おで、あ、そうか、まあ、コメント返してもいいけど、まあ、ちょっと気になるやつもう一個じゃあニュースやっていいですか。はい、ですね、オーストラリアでですね、ワニに襲われた男性が噛みつき返して撃退したということで、うん、いやいや、どうやって。体長 3.2 メートルのワニに。どうやって。ワニに足を食いつかれ 3メーターほど水の中に引きずり込まれた男性。よこわ。ワニを蹴り、うん、自分の頭をワニの頭に近づけてまぶたに食いついた。足を噛まれてる状態で自分の頭を、つまり反転してってことでしょ。なのか、足だって足からだから、まあ、離したところを襲いかかってなのか。1秒ほどしてワニが足を離したため男性も逃げ出した、ね、ということです。うん、いいね。うん、サメって噛んだとさ、うん、ローリングするじゃん。あ、そうなんですか。ローリングして体ごとぐるんって回って、だからノゲイラの、はいはい、あ、トルネードスピンみたいな。ワニ、ワニ、スピントルネードみたいなった。スピニングチョークですか。あれみたいな感じで、はいはいはい、1回転半くらい、2回転ぐらいして、それで引きちぎる、はいはい、噛んだまま。めちゃくちゃやあれ。で、この前さ、たまたまね、うん、格闘技の練習やってね、ミット持ってもらってたのが、たまたまですよ。実はナックルズ元編集長の久田さんってね、あの吉田剛さんの配信やってられてる方だったっていう話があるんですけど、ああ、なんかその方と今ちょっとたまにメールでやり取りしてて、ああ、久田さんが今気になってるのが、あのアナコンダチョークと、ダースチョークとギロチンチョークの違いがちょっと気になってるので、よかったら今度教えてくださいって。ダースチョークって何ですか。まあ、あるんです。今ね、チョークの、種類が多くて。へー、ダースチョークって初めて聞いた。あるんですよ。っていうのが最近のニュースですね。アナコンダチョークとダースチョークとギロチンチョークの違いを、まあ、ちょっと今そこ僕も動画を見て研究していろいろ話していきたいかなというふうに。いやいや、それはもう持っております。佐藤さんと2人でやってる。はい、ねえ、ということです。なので、もしワニに襲われたら、まあ、目を噛むというのは一つ。いやいやいや、いや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 、でもこの方あれらしいですよ、60歳ぐらいの男性なんですよ。62歳だったかな、60歳ぐらいの男性で、クロコダイルダンディーなんてあだ名ついてた。ああ、ね、もう異名ですよね。うわ、うん、ちゃんとは異名ついてると思うよ、ね、ロニー・セフォーっていう K1 の選手がいて、レイ・セフォーの弟なんだけど、おキャッチコピーが何回のクルヒョウ弟っていうお兄さんのキャッチコピーの弟だった。かわいそうですめっちゃかわいそうだって思っちゃうやつでしょ、っていうのが、まあ、ありましたね、というようなことでございます。はい、じゃあ最後告知ちょっとさせていただきます。あ、はい、12月22日に、うん、エル歌舞伎の、まあ、半年に一度の大きな単独ライブありまして、はい、そちらがですね一応手売りチケット今制作中で、はい、制作中ですか、はい、それをですね、でちょっと作り中なので、今チラシをちょっと直接配るお客さんに配るという、はい、愚行に出ているんですが、うん、愚行って言うんですで、その場で取り置き受け付ける、愚行に受け付ける、付き合わせんだよ、まあ、ちゃんと、取り置きをその場で受け付けるというスタイルを取ってますので、うん、ちょっともし興味がありましたら、まあネットからもね買えるんで、はい、皆さんお願いします。ぜひお願いします。はい、で、今月末11月25日のお昼12時半から、うん、エルカウギの月1単独ライブありまして、はい、いつもより時間30分入るので気をつけてほしいんですが、ゲストが松竹芸能の金井さんという芸人さんが来てくれます。はい、なるほど。でこれはもう相当なですね、まあ、前回ね月1単独のいろいろ喋ってるんであれなんですけど、なんて言うんだろうな、こんなやつが芸人やってるの見たことないっていうぐらいの凄腕のやつなんですけど、はい、実はですね、ちょっと告知に出せないんですが、
かないと、もう一人ちょっと大物をですね今ブッキングしていてで、なるほど、そうなんですね。まあ仕事が入っちゃう可能性があるんで、はい、仕事が入っ、まあ、大物ですねそれは。入ったらいけないと。ああ、なるほど。もう全然こっちのやつを仕事と取ってくれてはいないんですが、はい、それはもう俺らの力不足なんですが、はい、もう一人ね、まあ、来たら来たでピンとします。バカ野郎、大物の人が来るかもしれません。ただ本人にお迷惑かかりませんけど、ツイートもしてませんし、うん、なのでこれ買っとくのはいいと思いますいや宝くじみたいに言うなよ。いやいや、来てくれ、現状空いてるから来れるかで、前日とかに行けたら告知出します、うん、なのでちょっと開けといてもらって、はい、ぜひ。なかなかね、僕らとその方、そのカナイもそうだけど、うん、絡むことなかなか見れないと思うので、はい、結構トークしたいと思うので、ぜひですね、よろしくお願いします。お願いします。まあ最悪カナイとやります最悪ってお前カナイを呼んどいて最悪って、最悪おかしいだろ。カナイとカナイを呼んどいてお前最悪っていうのは本当に失礼だからな。失礼だね、うん、カナイにも。ああ、しかも向こうは後輩でもあるから何も言えないからね。この配信は本当にカナイ気使ってくれるからね、向こうは。いい子ですよ。カナイさんと星野源さんに謝っていきたいですね、僕は。そうですね、はい、本当に。俺もちょっと一緒にお願いしますよ、源さん源さん、僕もちょっとやめてください、ちょっと本当に、というような、はい、ところでございますので、はい、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、はい、でまたちょっといろいろコメントでねいただければ拾っていきますので、はい、こういうあのどこどこのあれで喋ってましたよじゃなくてもいいです。うん、あの面白いコメントも来てます。賞レースのね不正投票疑惑みたいのがこう再びあったみたいなのを喋ってるやつへのコメントでは、うん、こちら率直にいいねを購入されていませんかというコメントをしてくれたおいおいおい、これおい、絶対過去の配信見て、うん、文を忠実に再現してるからねこの人。お前調べてこいよ、お前お前ちゃんとやってこいよ、お前調べてこいよ、お前、どうやったら買えるかお前調べてこいよ、とか買い方教えろ、買い方を。あと M12 回戦のネタアップしてるんだけど、うん、でまあネタがドライブデートっていう設定なんだけど、うん、これもコメント来てて、うん、ドライブデートをしてほしいと思いました、うん、ドライブデートのコント漫才と G ネタを組み合わせたら最強な気がするネタだと感じました。もう、ね、あのネタの精度が高すぎてドライブデートしてほしいとまで思ってしまったという、あ、ことでございます、はい、ね。あとあれね、大島てるさんと、大島てるさんとトークやったやつにもコメント来てて、うん、これはですね、あの大島てるさんが裁判で弁護士をつけずにあの本人で勝ってしまったというですね、はい、本人訴訟で勝ったと噂の真相を聞いてるってやつなんですけど、はい、こちらコメントですね、うん、さすがてるだけにグレイな話が大盛りって言って、もうね、うん、全然感想とかじゃなくて、はい、もう目立とう、なんかもうそれ見てなくても書けるやつだからさ大島テルさんが事故物件ねでテルグレイ、はい、グレイの話が多いですねってできるからこいつは見てないです。我々、はい、ただただ再生して書いたら切ってます。こいつは違いますよ、グレイな話ですよ。いやいやいや、こいつはそういうやつです。そういうこと書くやつはそういうやつです。いやいやいや、そんなことないですけどね、はい、1個目って書いてるあのクソども。いやいやいや違います、はい、この方昔からずっとコメントくれてるね、はい、ありがたいことですけども、まあそんなところですね、はい、コメントもねちょっといろいろいただきたいと思います。そんなところです。といったところで、またお聞きなさってください。